エラー以外ありがとう。だから今のがレベル5か。マジか。結構重かったぞ。ラグドラじゃなくてこっちの方がいい気がしてきたな。ちょっとなんで妹こういう時に LINE を送ってくるんだ。ちょ妹が LINE を送ってくるってことは、帰り道なんかな。あいつ学校で全く返事よこしませんからね。にゃんでもこうばす。どいたお前らね。僕はね、横のカッパくんのことを生きるストップウォッチと呼んでおります。なんでかっていうと、こいつ一旦放置すると目覚めをするんですね。水の目覚め99ターン、それが闘技場2-3で、まあほとんど右に残っとると。オシリスとか出ない限りはずっと残ってるんで、まあね、今何ターン経ったのかなってわかるから、すぐに分かりやすいから生きるストップウォッチと呼んでおります。まあ殺すんですけどね。バカ野郎、おいふざけんなって。お茶どうすんの、これどうすんの本当に。ヘルセウスの位置があかんでしょあれ。撤退か、撤退するか、撤退しようか。ちょっとこれはひどい。こういうトラップがあんのか。しかも木ってね、木3体って。でもこれ副属性ないからいいですよね。絶対こいついらないと思う。光のマシンってなんかいるかな。まだまだ時間はあるんで、木光マシン、アルゲティか、まあファクト安定かな。何も継承させてませんけどね。これが長いんだ。頼む、侵入させてくれ。シードラ出してこの時間稼ぎっていうね。来た。はい、生きるストップウォッチね。これめんどくせえよ、どいた。生きるストップウォッチ発動すんじゃん、これ。で、暗闇も来ますよね、横の猫ちゃんから。めんどくさ。てか、気比のマシンを出してほしいんだよね、ずっと言ってるけど。サシャだけだとさ、やっぱりさ、なんだかんだね。なんだかんだきついんで。で、アンタレスが、引きになったんで、スピカもあるとしたらきっと、キミズなんでしょうね。それが辛いんだな。スピカが、気比になってくれたらよかったんですけどね。多分その可能性はかなり低いっていうか、このなんかマシンアテナのせいでさ、こう磨いて暗闇が消えるみたいな、この感動ね、やばい。ちょっと適当すぎた。それでも死ぬんですね。はい、帰ってきましたよ、こんにちは。木はまあウェイクマンでいいから。ただロビンフットがマシンじゃないんで、そんな火力が出るとも思えんので、まあ、こんな感じか。頑張れみんな、副属性で殴っちゃってください。キラーが刺さっとるとかいうわけでもないから、これきついかもしれんね。ロビン使っちゃおう。うわ、なんでこの木が多いんだ。なんでこういう時に限ってこいつ木が多いんですかね。闇ないけど、まあ、火のウェイがあるだけいいとして、もう火のウェイでも必要ないんですよね、そんなに。どうせ火力出ないんでしょっていう。頑張って。木が全体になったけど、まあ、木の処理は先に入るんで、勝負は後から。オッケー。作戦通りかは分からんけど、まあ、大体、予想通りの結果にはなった。真ん中のこいつがな、火の火力がそんなに出ないもんで、ちょっと硬いですよね。これで一回全回復してから、厳しいね。ちょっとひどくないですか、運営さん。なんでこう貴族性使いを潰すんですか。お、火の落ち込ん。お、水がすごい、水が。でも水マキナだしな、上にないしな、そんなに期待できないけど、まあとりあえず頑張ってや。光がないか。オッケー。五右衛門、まさかの五右衛門ですか。これファクトでいきましょう。
五右衛門でも危ないよね、調子の取ったら。ちょっとこの辺からやっぱ注意してやっていかないとね。変なこと考えんな。ちょっとしょぼくない？大丈夫？あ、強くなかった。よかったよかった。まだ6だもんね、これだって。6でなんでこんな相手ガッチガチなんだよ。困るわ。マジ困るわ。しかも全員落ちるんですね、これ。しかもプラスがないので、僕的、天狗士。ちょ、次なんか、あれでしょ、また、ボーナスタイム的なやつだと思うから、ここで、取って、あー、バタッチペン、頼むて。やっちまったよな、これ、完全に。強すぎでしょ、その技。嘘だろ。ちょっと待ってくれや、天狗さん。天狗さんだけど、タッチペンさんだわ。スタージャスティス入れとけって話じゃん、これ。まさかのジャスティス、あ、弱くね。まさかのジャスティス勝利ルートか。でもこれなんかね、耐えれそうな気がするよ。全然強くないんだけど、猛毒だし。なんでそこグレードアップしてるんですかね。うんコンボで片付けていく。何がしたいんですか？困るんですけど。弱いな。捨てが本当に低い。まあ、ヤマトラッシュが強すぎるっていうのはあるんですけど。はい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 。じゃあ今度こそやりますよ。はい、さよなら。いやーもう20分経ってる。フラグだったかもしれない。っていうか、あれがひどい。シードラ配置はせこいわ。モクピー。これモクピー固定ですか？わからんけど、まあ、厳選してる暇ないんで、倒します。ラクドラがちょっと向いてないかもな、そもそもな。おい、弱い。オッケー、モクピーゲット。またこれ長いのかよ。サーバー落ち着いてきました。オーディンタマゾーヌ。なんでプロデューサーが名前間違えちゃうんですかね。タマゾーン伸ばし棒じゃなかった、タマゾーウで。ねえ、ちょっと一文字変えたらさ、あの人になっちゃうからダメだよね。タマゾーですになっちゃうからさ、よくないよね。結局延長するんだよね。まあでもこれそんなに延長、これだってさ、結局さ、その時間内に頑張った人がさ何だったのみたいなことにもなるから、結局なんか平和解決しないよね。ワングレン覚醒無効でさ、ワングレンとかやっちゃいかんと思うんだけど。楓で染める必要はあったんでしょうかね。でも、誰か溜まってしまえばね、誰かっていうか、一人でも溜まれば、システム的なものが始まる。おー、息を溜めるのも大変なんだって、今。なんでそういうことしちゃうのかな。回復もね、ダメだし。なんでそんな降ってくるんですか、まとめて。まずいって。やばいって。この次、炎帝か？一応、十字くんどこ。炎帝だ。よし、溜まった。こっから頑張ろう。いやー、きついね。これはきついね。操作延長なしの楓ほどね、難しいパズルないっすよ。
まあ、でも結構あのマシンアテナでロストテクノロジーとかさ、あとマキナのね、なんかありますよね、なんたらマリオネットみたいな操作短縮的な、ああいうの受けてきたから。嘘だろ、全階層これいるんじゃねえの、もしかしてシードラ系がそうやってどのユーザーも一回は潰しておこうみたいな、恐ろしいね。まさにこれタイムアタックをこう邪魔するように配置されてますよね。ここは水場で行こうと思ったらこいつ出てきて積んだみたいな、ありそう。ウェイ、あ、そうか、ウェイもクソもねえのか、全体か単体かみたいな感じか。いけますね、よしよしよし。じゃあもうシードラがあの6に出てきてくれたってこと自体がもう逆にラッキーって感じかな。そう捉えた方が良さそうですよね、これ。6に出てきてくれてありがとうですわ。さあ、名城の王星頑張って。闇はあんま必要ないよ。火をお願いします。これも次ボスじゃね？あ、ノアがいるわ。ハロー。ちょっと回復が遠いね。普段なら嬉しいとこなんだけど、今回は遠いとまずいから、よし、ナイス王星。まあでもね、敵もだいぶステータスが低いですね。ミズピーでーす。やっぱりそれぞれ潰してるフロアにそうやって配置されてる感じかな。じゃ次はあのフレームシードラでホノピーとか、そんな感じじゃないかな、うん、十字組む必要なかったよね、これ。これでいいよね。 OK です。現在20時26分。まあちょこちょこ進んでおります。まあ順調っちゃ順調ですね。ドラゴン強化回復なしですが、関係ありません。カエデドラゴンタイプなんで、回復ないなら作るだけです。行くぞ。こっからもカエデ無双で行きたいよね。まあその、なんか見るとかカエデの対策されてそうですけど、ボス戦銃とかではね。うわ、きっつこいつ。こいつはもう十字ない方がいいよな、きっと。こっからようやくチャレダンっぽくなってくるかな。そろそろ敵もね、強くなって。これが7かな ?7、8か。待って待って、弱い弱い弱い。90で、じゃあ8、90。これが8で、フレームシードラ。で、次が9で、なんだ?ナイトメアシードラじゃないけど。ちょいちょいちょい、こいつが一番時間稼ぎじゃねえの?なんだっけ、あの、闇のシードラの名前。じゃあ、十字とウェイで行こう。ダークシードラ?絶対違うよね。パープルシードラかな?そんなやつがいて、きっと、銃には光がいるみたいな、そんな感じだと思うので、まあ、あと3階層ありそうですね。OK! ようやく切りました。よし。一応十字組んでおきましょう。先制があるかもしれないので。まあ、このね、段階ならまだ、その先制で死ぬことはないと思うんですけど、火力的にも。一応ね。はい。かぐや姫ゲット。和で統一されてるとかではないんだね。どういう基準でキャラクターが選ばれてるのか謎ですけど、繋がっちゃってる。ドラゴン強化ですね。これ、なんか進化してる。ついに全員進化しましたよ。あ、そっか。さっきまでは固定がいたら倒せましたもんね。左右はね。今回はもう絶対殺すな、みたいな感じか。闘技場とかと一緒ですね。闘技場2とかにシードラっていましたっけ?あんまりいた記憶がないんだけど。代わりに気候竜はいる感じかな。さあどうだ ?64 倍。さすがに貫通するでしょう。貫通手が、この、でかいやつはそんな硬くないんですよね。ちょっと体力が多いぐらいで。めんどくさいやつに遭遇しましたね、これは。遅延体操。今回、あえて何も継承させてないね。カエデ連れてきちゃったんで、遅延体制とかも何もなくって、回復が降ってこないから、これ相当めんどくさそう。しかもね、ダメージが
入っちゃって、これ削っちゃって。ミョルニルはロック。ロック消しましょう。まあ、木はいいので、水消して、はい、溜まった。溜まって、一旦、よし、倒そう。うわ、多いな。多いけど、まあ、こんだけ多いなら逆に勝手に繋がっとるんじゃないかっていう、その発想で。OK。よし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 。次、ボスか ?D5! 重てえもん配置してきましたな。こいつは、ステマ下がってねえか、そんなに。今のダメージを見る限りは。2万ぐらいはありそうでしたよね。この辺でそろそろ本気を出してきた感じがありますかな。トールの遅延が恐ろしいね、ちょっと。やった、リファイブゲット。嬉しいです。ほんの、ピー。やっぱり固定ですね、これ。ピーは。決まってますね。なんか強なってない体力上がってない。あ、ちょっと火力上がってますね。よし、OK。現在30分。あと半分あります。半分で90残す。うわ、コインやべ。残すとこ90なんで。まあ、いけるんじゃないかな。星力以下強化知らね。雨降ってるよ。うわ、これは雨降るわ。雨降っててこの BGM ってのもなんかね、ちょっと違和感感じますけど。あれですよね。ローグ型と一緒ってことだよね、背景が。一緒ではないか。あれは雨が降ってる演出があるだけで、あれ自体はなんかね、ステージが違いますもんね。でもさ、イフリートもさ、楓の力を持ってすれば、ちょ、これ十字がもう組めないわ。やばいかな。やばいかな。3万1000。あ、まだ行動してこない。これ貫通をどっかで狙いたいっていうか、狙わないと体力が多すぎる。で、また遅延だよね。で、まあ今回まだ木があるので、いや、ここで消すとまずいから、ここで消すとまずいから2コンボしちゃったけど、なんでかっていうと、ここで回復を消して次のターンに回復なくて、なんかダメージ受けれないみたいな、そんな気がしたので、ちょっとここはこれで十字組んで、まずは遅延された分を待ちます。コロナブロー、インドシンな感じはそんなしない今んとこ。ちょっと待てよ。ウェイ組んで、ウェイ2個欲しいと思うんだよね。降ってこないか。ウェイウェイ3とかならワンチャン貫通あるかなと。かってえな、こいつ。いくつだよ、防御。なんかさ、普通のさ、イフリートより強くない？しかも、こんなに硬かったっけ？一応、ガイノートスキルマにするまで周回したことあるんですけど、ここまで硬くはなかった気がするんですよね。かといって固定ダメージの楓とかいないもんで、ちょ、硬すぎでしょ。硬すぎくんだって。火力配置とかいうレベルじゃない？これ本当に。じゃあ、どうや。ついにウェイを3つ入れました。ちょっと今回は調光する暇もなかったんですが、ダメですね。どんだけ硬いんでしょうね、この人。ちょいつかは勝てるんだろうけど、さすがにめんどくさすぎるから、この遅延を一旦貯めてからバルボア使って倒します。バルボア使ってで、一応木も消しとくわ。
こんな感じで。オッケー。まあでもこれ1回の話ですからね。1回突破しただけなんで、こっから先何が待ってるか。ああ、まあまあまあ、こいつは全然ありですよ。待てよ。よし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 。危ない危ない。まあ、キラーも刺さりますしね、バルボアの。オッケー。で、どうせシードラがいる。光か闇。ですよね。まあ、これも予想通りでございます。まあ、対策してきたわけでもないけど。アストレミスト使うほど硬くもないし、正直難しいとこですよね、こいつらの処理は。ほい。よし。オッケー。ノンコンとかは書いてなかったはずなんで、コンテに打てても、ありだよね。大丈夫だよね、コンテ。さすがに。ノーコンで、ねえ、そんな、きっついこと言ってこんですよ。ノーコン、1時間限定とかだったら、恐ろしすぎますから。少しの希望はあるっていうね。コンテして、ちょ、バルボア貯めたい。バルボア貯めないとこれ、サクリファイス来ちゃうじゃん。うわ、マジか、サクリファイスコースか、これ。うーわ、どうなる？どうなるよ、これ。リーダーバインド体制とかにすればよかったね。リーダーがバインドされなければワンチャンある。せめてフレンドは残してくれ。はぁ、ないわ。なんだっけ。カオスボルトかなんかお願いします。ここで竜王砲とか撃ってきたらもう許しません。とか言ったら撃ってくるんだろうな。ほら、うわ、強よ。素晴らしく強い。困ったね。ピーナスの操作炎上がな、めんどくさいな。こいつじゃ消せないもんね。そこが地味に覚醒バステとの特権でもあったんだよね。失ってからね、意外と延長は使えたんだなっていう後悔をしますよね。うわー、なんで消えたし、今、もったいね。ドロップ生成全然ないからさ、今のはあかんでしょ。サーウェイクランドが溜まりそうなん。闇。いや、おかしい。威力。本当に。威力おかしいもん。ちょっと運営さん、マルチできないのにこのステータスはどうなんですか？何がしたいんですか？焦って魔法石を使ってしまうみたいな。ねえ、玉蔵くんのために魔法石を使ってしまう。石はくれません。どういうことなんでしょうかね。じゃあ、ワイルドキャッツクロス使いましょう。まあでも、まあ、不可能ではないね。クリア自体はね。このダンジョンね。こいつさえ倒せば、いけたんで。さっきも何か特殊系の効果持ってたらいけたんで、ちょっと時間がなさすぎて思考が追いつかないっていう。それがね、やっぱりデカすぎますね。で、考えとったらイベント終わる可能性ありますから、その恐怖が強すぎて、ダメです。玉蔵欲しいです。こいつも絶対捨て高いよ。あんなにヘリ遅いはずないもん。闇ピヨですね。もう少ないコンボでいきましょう。待って、勝った！おかしいほど硬いじゃん、こいつ。こいつの捨てまで上げる必要あります？よし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 。こういう時にも使えますからね、こいつ。オッケー。はい、1コン。時間短縮ちょっと時間短縮のためにも1コンしまして、ラストでございます。まあラストはさすがに楓でいきましょう。楓の
ガッチガチ楓でいいですか。僕の中でかなりこれがガチガチじゃないかなっていう楓で行ってみたいと思います。これ英流の守りとね、威圧を入れた楓はね、凄まじく強いです。でさらにここにこの陣をね、さらにヘイストができるようになったベルダンディ、ちょっと潜在が HP というの微妙ですけど、ここでさらにシーフを選択して周りを固めていくと。48分ぶっ続けで喋ってるから喉がやばい。ここもね、もう迷わずコンテします。多分もう一回入って一回戻ってくる時間ないと思うので、パパパッともうやっちゃおう。でもこれできないんだよね、後からリベンジ、後からリベンジとかできないんだよね。それがちょっと辛いよな。リベンジできるならまだいいんだけどさ、コンテして結局それで終わる。プライドを取るか玉ドラを取るか。玉ドラを取ります貴族性で持ってないってのは許されませんよね。こら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 、なんでここに来て重くなるんだ。お、来た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 。よし、じゃあ最終決戦行きましょう。コンテ前提、一回十字で耐えます。バインドあったっけ。バインドあってもこのパーティーね、シーフが割と優秀っていうか普通に優秀で回復できちゃうんで、まだ来ないよね。バインドブルーブリザード、まあ捨てはわからん、まだそんなにかな。楓でヘイストしていくんで、いずれ溜まります、使います。もうそういう考え方でいきますね。いずれ溜まるから使っちゃおうみたいな。で、これはこっちにこうして、ここでウェイ、弱点だし49倍で大丈夫でしょう。で今回は多分、光吸収のプレドラがいるはずです。プレドラじゃねえや、シードラ、ヘラさんか、あれヘラダンジョンもしかして、なんちゃってヘララッシュ的な感じかな。極限なんちゃってヘララッシュ。うーわ絶対もらえて、絶対強いこいつ。あ、そういう手があったか。そこまでいったなら話は変わってきますよ。十字を組みながら列回復すればいいので。ないじゃん、ないじゃん、ないです。焦っちゃうね、どうしても。ベルダンディ5ターン、あえて今削っちゃってもよかったかもな。そうだよね、ギガぐらい入るよね。で、なんだっけ、ドッスン来るから、こうワンチャンさ、十字いらないんじゃないの。僕はそんな気がしてきた。実はこれだけで削れてしまうからね、十字必要ないんではないかっていう。どうでしょう。ですよね。火力だけバカになってるって感じかな、このダンジョンは。このダンジョンって、このチャレダン自体が。こいつらから強敵出ること自体がおかしいんだよ。はい、ベルダンディ帰ってきました。カエデ1枚使えますね。棒は使えでは取っとこう。英流、いや。こっち使おう。英流の方がいい。英流はなんだかんだ使えますからね、どんな敵にもね。暴圧は相手が盾張った瞬間終了するんで、そのリスクがでかい。まあボスは P なんでしょうけど、2人ほどまだいるはずなんで、ここは濃昏したいよな。そっかそっかそっか、楓が光あるから耐えるんか。光が盤面ない状態を選ばないといけないっていうか、これはもう見交わしをするしかないという状況です。なぜこいつに見交わしを使わないといけない。あと9分、やべえな、フラグだったな本当に、ね、時間やべえじゃん、なんだかんだ怖いな。火力的にオッケー、光が降ってきました。何もオッケーじゃない。結構光も火力出ちゃうんだって。お、そんな出なかったから、
俺はここで十字を決めれば、よし、いけるいけるいける、今んとこね。さあ誰だ、マキナ、火のマキナか。でまたこれも光吸収があるもんで、楓さんとすごい相性が悪い。ただここで栄流が溜まりましたので保険はできました。一回十字組むことによって確かこいつ色を変えてきたはずなんで、色を変えてもらいます。だから火は数コンボしたくない。 OK、 作戦通りじゃないか。苦手属性じゃなくなったところを叩く。でこの上から楓使えば、おそらくそういうことしちゃうか。うわ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 、栄流使っとくか。じゃあ栄流使って回復待つ。次また色変わるってことないよね。毎ターン色変わるってことはないと信じて、ちょもう一ターン踏ん張って、で回復消さないで。色変わるわ、で回復消すわ。なんやこいつ。そう、防圧でよかったな。ここは作戦ミスったかな。防圧だったらね、吸収も何もかも気にしなくてよかったんで。楓が2枚いないとここ突破できませんわ。もしくはベルダンディ、毎回だってこいつ色変えるどころか回復消してくるんでね、どうしようもないですよね。うわマジかよ、もうワンモアッチ。お、初めてそういうことしてきましたね。これでも光が多すぎるから、でも木も多すぎるから嫌な予感しかしないけど、一応まずは耐えるためにもこうするしかない。木消えんな。オッケー。でこれ吸収消えるもんで、で木になって木に変わるでしょ。さらにシーフも溜まりそうだし。どうした、ついに通常してきましたけど。オッケー、ここも勝てたんじゃないの。絶対オーバーキル。さあ、あとこれで P？ いやまだなんかいるよねきっと。何回何回。うわめっちゃコイン落としたし。5回。ミルさんは相性悪くないよね。でも最初はベルダンディ先使うとか言ってましたけど、ベルダンディなんだかんだね吸収的な意味で優秀だったんで。ここでも使いましょう。お邪魔も消しやすいしね。楓と、まあ、シーフも帰ってくると思うので、そのうち。それで耐えていきます。で、回復作ってくれたはずって結構減ったな。この子はそんなステータス上がってない感じ？この水ね。まあ、悪くないチョイス。そんな難しくもないとこチョイスしてきました。はい。お邪魔残っちゃったけど、たくさん消さないとね、これ。回復つきちゃったら話にならんので。で次がなんか針でチクチクってやってくるやつだよね。チクチク強くねえなこいつ。なんでここに来て弱くなるんだよ。シーフだけで受けれるんで、これも列回復に回します。ほいで効果消えたんで、ベルダンディで突破したいから、もう一旦待とう。この後またタイムバインドとかないよね。あまりこの子と殴り合ったことないから行動知らないんだけど。タイムリープ。あ、回復か。勝手にしてください。よし！なかなかいい陣を出してくれました。ここでじゃあ、2個入れたいなぁ。やべ、時間やべ。こうして、こうして、こうして。あー、離しちゃって、上に、十字にもなってなくない？やばい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 。やべやべやべ、ここでやらかすか。うーわ、あと200、くっそくっそ、やっちまったよ、もったいね。ここ、ノーコンいけたやん。いやもう石はいいからさ、なんか濃厚で勝ちたかったよね、最後ぐらい。うわ、やっちまった。変に難しいこと考えちゃったよ。
どうせウェイ2つで沈むぐらいなんでしょ、この子は。元のステータスぐらいだよね、きっとこれ。はい、ということで、もう残り、かなりギリギリですけど、クリアはできましたが、最後ちょっと悔しかったね。なんでここ柔らかいの、こんなに。謎です。はい、ということで終わっちゃいました。まあ、報酬も豪華でしたね。いや、まだ届かないんだよね。あ、届いたわ。届きました。やった。タマゾンオーディンゲットだ。はい、ゲットしました。よかったね。まあ、ゲットできたんで、よしとしましょう。ただ、ちょっと悔しいよ、最後。まあ、自分のミスだから、のもあります。だから自分のミスだから悔しいです。Q は知りません。強すぎます。まあでも、そうですね。最近流行ってる十字を駆使すれば、全然勝てそうな難易度ではあったので。ただね、結構自分で急いでやったつもりなんですけど、こんだけきつかったんで、時間が。これ運営さんちょっとね、玉造の難易度が高すぎる。と僕は思います。まあ確かにこのキャラクター強いから、それぐらい難易度上げる価値もあった気もするけど、ちょっと難易度高いよね。初見殺し置いてくるしさ。2から22になってよ、こいつ。ね。ということで、まあ、ここでアドバイスとか言ってもね、どうせ、もう、この動画上がる頃には、玉造もクソもないと思うので、とりあえず、玉造オーディンは取れたということでございました。いやー、ちょっと悔しかったんで、見る降臨ね。確かまだ初見動画しか撮ってないんで、やつをぶん殴ってリベンジしてやろうと思います。以上、ナッチでございました。バイバーイ。